はい、皆さんこんにちは、加藤誠二です。2011年シーズンが、終わりましたけれども、今年1年を振り返ってみるとですね、いろんな発見もあり、そこそこいい成績もあり、最後はがっくりする成績もあるというような年でした。で、特に、第一戦サメ浦なんですけれども、あれは初日に心が折れてですね、ちょっと失敗して、2日目3日目挽回して、なんとか、トップ10に収まったって試合なんですけれども、あの時に使ってた、ルアーは実は、フットボールジグと、ヘビ的だったんですけれども、これも春のその皆が釣れないって時に僕だけ2分の1オンスをボンボン投げて、トップ8が出るっていうことがあったんで、これも一つの発見で、そういう発見を続けてですね、すごいルアーを作っていきたいなと思っています。で、第2戦は、旭川ダムだったんですけど、この時はね、プラクティスの時は同じように、ラバージグとヘビ的とか、トンと落ちる釣りで釣れてて、ただサイドで狙えるような魚もいたんですよね。でその中で、特に、ワームでするサイトでは結構超難易度が高いけど頑張れば釣れるみたいな感じだったんだけど、当日までにいなくなるだろう、そういう魚みんなが狙うからと思って、初日まで一切投げなかったソウルシャットではめました。あのソウルシャットの、サイトフィッシングっていうのは目の前をビュッてこう通ると狂ったようにバスが食うことがあるんですけど、それを利用した釣りで、旭川ダムの時は、半分サイトぐらいの感じですね。半分サイト見えてる魚のそばを高速で通すって釣りで、初日にだったかな確か、人が取れない魚を取れて、そこへ残ったということで、2日目3日目は大雨で崩れちゃったんですけれども、それもプラグで、トーナメントに通じるその瞬間があるんだなっていうのを経験しました。で次がですね、旧吉だったんですけれども、次の旧吉の試合はですね、アスカだったんですよ。だから結構プラグてか硬いもん早いもんで来てるんですね、ずっと。でアスカの60で、足とかハードボトムとかにいるやつを初日は釣って、で2日目はヤミーですね、ヤミーの500のネコリグ、それもやっぱトンと落ちる、結構速いスピードで目の前を落とす釣りで、釣って、で3日目は失敗しちゃったのかな。3日目はでかいの1本釣ってそれで終わりだったんですけど、その3戦までは割と、早い釣りで自分の結構思った釣りができて、なんとかなったという感じですね。どうすか。いや最高ですね。最高、はい、何センチ。61です。61、はい、アラバマ。アラバマです。ワームは何でしたっけ真ん中のトライクとアモちゃん、はい、でかい太い。太いです。今の気持ちを簡単に。はい、マルハタガイド最高、ありがとうございますパワラでかい。今日もでかいの来ました。釣りオサメフィッシュ。釣りオサメフィッシュでかい、重い。周りがダガーの5インチ、そしてトライク、トライクの、アンモちゃん 4.5。 ちょっとプロプロしてる、プロプロしてる重たい。これはでかいですね。重たいもこれはでかいですね。重たい。ちょっと今のお気持ちを最後に。最高。おーんあほや